国道431号起点島根県出雲市、大島交差点国道431号終点鳥取県、米子市米子自動車道入口交差点国道431号は、島根県出雲市から鳥取県米子市に至る一般国道である、新寺こそよ通過する島根県松江市国山地主に、島根半島の中海側、新地水海側、 弓ヶ浜半島の日本海側を通る一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過地は次の通り島根県出雲市平田町路線の性格は通過する自治体によって異なる例えば起点部分の出雲市側では山陰自動車道と重要観光地である出雲大社、清見崎などとを結ぶアクセス道路として出雲市平田地区や松江市内北部では それぞれの重要幹線として、境港市から米子市にかけての区間は、弓ヶ浜半島の大動脈として、また、終端部分の米子市では、米子自動車道などへのアクセス道路としての性格を持つ。かつて、出雲市大社町内では、入り組んだ区間を通るため、このルートを、島根県道29号大社日野岬線の一部などを通るものに変更してはどうか。 ということが言い出されたことがあった。その後、出雲大社の変偶祭りまでに、島根県道29号大社日野岬線の一部と、市道区内稲佐線を通るルートに変更された。河津バイパス、島根県松江市西河津町国道9号との交差、鳥取県最白郡ヒ江ズ村ヒエ一般国道の路線を指定する政令の最終回整備である2004年3月19日の、 政令に基づく表記。2005年3月22日西四町と合併し、出雲市となり、同市は廃市2005年3月31日、一四六町一村と合併し、松江市となる。ABCDEF2015 年4月1日現在、一般国道の路線を指定する政令。E 株法令検索。総務省行政管理局。2019年8月27日閲覧。 ABCDEF 表26一般国道の路線別都道府県別道路現況道路統計年報2016国土交通省道路局 P24 2017年5月5日閲覧当該区間が国道に指定された経緯は不明だがもともと町内の生活道路である出雲市議会全員協議会資料平成22年9月28日 出雲市ホームページ湖北線は美しい道愛称、募集。市場田役市、臨在州島根県出雲市小境町平成26年8月10日。ありがとうございます。